手はノールックパスを披露します。早速ファンの期待に応えます。中盤の右サイドに入ると果敢にクロスを上げるなどチャンス。さらに20分、今度は強烈なシュートを放ちますが、これは惜しくもポストに阻まれます。しかし38分でした。中央でボールを受けるとすかさずスルーパス、移籍後初試合で乗せクリア。しかし今度は中央でボールを受けるとこの正確なパス、ゴールには結びつきませんが存在感が。前半の20分、右サイドの深い位置でボールを受け取るとこのクロス、決定的なチャンスを演出します。その直後には左サイド後方からのボールに合わせシュート。難しい体勢からのシュートは惜しくもポストに当たり、スペイン初ゴールはなりません。その直後、流れを取り戻したのはやはり左サイドから。中村のクロスはクリアされますが、こぼれ球に再び中村、これに反応したルイス・ガルシアが先制のゴール。中村、新スタジアム初ゴールのアシストをマークします。このプレーの中に中村が2つ素晴らしいところがあるんですね、はい、1つはここでパスは通りませんけども、2人3人と、ね、中村に対して反応するんですよ、パスが、はい、もうすでにチームの中に入っている。それからこの簡単に見えるパスですよね、はい、このタイミングでこの点に出さなければ相手とは入れ替われない。そうですね、このスピード、この点へのパス、この辺のひらめき、目の良さ受けられます。すると41分、再び中村が見せます。前線へ絶妙なロングパス、これをタムードが押し込んで追加点と思われましたが、判定はオフサイド。完璧なパスですよね。見てみましょう。これはもうさすが経験がありますんで、どうしていくと一番入ってチームがうまく動くのかよく分かってますね。その秘宝を受け、また中村俊輔選手もどうしていいか分からないとコメント。開幕前にキャプテンの休止という厳しい試練を迎えています。日本サッカーの歴史を背負い、その未来を切り開く男のシーズンを見逃すな。前半11分、その中村に早速フリーキックのチャンスが訪れます。しかしリーガスタニオラ初シュートとなったフリーキックはバーの上。これちょっとね、思ったような踏み込みができませんでしたね。で、彼からやっぱ譲ってもらうのはすごい大変だったんだけど、すごい結構2回ぐらい粘ってたな。前半33分、中央でパスを受けた中村からディフェンスライン裏を走るタムードへ。しかしこれはオフサイドの判定。これね、俺のプレッシャーはきついですけども、はい、この後よく見つけてパス出してるんですけど、まあ仲間とねタイミング合ってないですね。ちょっとだけですけどね。それでもエスタニオルはロスタイム、このロングフィードがクリアされるとボールは中央の中村からカジェホンのシュート。これ中村のアイディアはいいんですけども、やはりプレッシャーがね早いですよね、シュートに対して。まずは前半7分、中村俊輔が右サイドでボールを受けるとキープして、粘って粘って倒されて自らフリーキックを得ます。さあキッカーは中村俊輔。これはゴール右へ。今回すんなり蹴らせてもらってるようなん で、ね、ちょうどこう壁の、ね、割れた間にボールが行ったんですけどね、もう少し高さがあったらよかったですね。さらに前半11分、中村俊輔が逆サイドのイヴァン・アロンソへ。しかしこれオフサイド、オフサイドになりましたけど、この体の向きを変えた瞬間の視野の広さはね、さすがですよね。そうですね、らしいプレーですね。そして前半20分、中村俊輔フリーキック、ファーサイドルイス・ガルシア落としてもう一セーブ。これなんか本当に練習通りだと思うんですよ ね、まあ、ルイス・ガルシア本当に後ろから出てきてウォームアップでしたからね、もう敗者が出てもおかしくないね、はい。
スをかわします。ゴールにはつながりませんが決定機を作り出す中村選手、さらにその後もディフェンスをかわすと今度はミドルシュート。開幕戦以来のフル出場を果たしましたが大会シェレス相手に手痛いスコアレスドローです。エスパニョル中村がこのスルーパス、絶妙なタッチでチャンスを演出します。さらに右サイドでボールをもらうとそのままドリブル、ゴールに。見せ場は同点で迎えた35分、右サイドに張っていた中村がダイレクトパス、それを受けたイヴァン・アロンソがゴール左隅に突き刺し勝ち越しに成功。中村が移籍後初のアシストを決めました。Many throws it out towards Nakamura. Nakamura brings it under control. Zokora's with him. Kaihan gets support from Nakamura. Nakamura's ball is a good one, so they didn't come off for him. Here's Nakamura. Nakamura's ball is forward. It's a good one too. Looking to. Cambiar el sentido del partido. Disparo de falta de. Que Nakamura prefirió combinar con David García. Shunsuke Nakamura se viene a la derecha, maga. Continúa el japonés, va a sacar el servicio. El remate, la parada del Shunsuke Nakamura. En la segunda opción, gol. En Cornellà del Prat, Español 1, Getafe 1. Ahí ven, sensacional la intervención de Jordi Codina. Al remate de Iván Alonso, metió una mano mágica abajo. Pero claro, el rechazo le quedó en el pie derecho de Iván Alonso. There is Nakamura getting a touch. Maybe with Nakamura. Banega, who's also been substituted. So Valencia have completely swapped around the central midfield, bringing in Marchena. It's Nakamura, got a bit of space here, the Japanese international. L'espanyolisme fa un temps que es pregunta què li passa, problemes amb l'idioma, una nova cultura. Avui tractarem de donar llum en aquesta qüestió. Con esa Sasuna bien colocado, sigue atacando Coro para el Español, cae 2-0. Es Nakamura, el japonés, recién incorporado para... Eineinhalb Meter. Letzten Auswärtspunkt holte Espanyol in der achten Runde. Heute auch das, Kategorie ungefährlich, auch wenn dieser Ball hier noch zugeschaut.走り続けた者にしかチャンスはやってこない。レガシーのスピリットを7人乗りへ。CVT 搭載で走りもエコも。ツーリングセブンシーター新 XT が登場。Let it be.